今までこう一本ずれて足がこう入ってたじゃん。こうやって1、2、3ってね、特殊な入り方で1、2、3ってこっちこう入れちゃう入り方っていうのがあるんだ、ね、この場合だとこの足どうするの、この足投げるときに、ちょいルエこの足入れて、そう、戻ってブレーキの先に、ここに投げる、戻って投げる、足よく見てよ、はい、投げる、まずい、まずい、まずい、それで飛ばれるんだ。これ結構危ない感じなんです。基本的じゃないから、1、2、3って入ってね、あの世界選手権とか見てる人なんかやるんだけど、これでここでこうやってて上がんないんだよ絶対ね。だからって言って、あの小学生にあれすると1、2、3、4ってやっちゃう。そうじゃなくて1、2、3って入れたら、こっちやっぱり軸足になる方の足をこの 1のところに持ってくる、スコンって、この足をこの 1のところに持ってくる、スコンってってやると結構派手に飛ぶんだけど、基本危ないっていうことをやってくる子がいるから、上級生はちょっと気をつけて、こうやって無理やりここを入れてきてやる子がいるから、はい、じゃあ打ち込みします。はい、2列。